明日休みなんだけど、5日ぶりぐらいの休みなんだけど、まあちょっと別の、ね、仕事が、はい、午前中だけ入りましたんで、まあいやなかなかあれですね、ちょっとゆっくり寝れないですね。ありがとうございます。本日は2020年9月の何日かな、9月19日土曜日で、夜9時22分家に帰ってます。今日あれですよね、あのリンゴさんが監督で、その撮ったリモート映画のあれ、あの漫画は地球を救うっていう自主制作映画、30分ぐらいのやつが公開されるっていうことになってまして、本日昼の2時ぐらいにちょっと公開されてることになってるんだけど、まだ見てないん で家に帰ったら見ようかなと思ってます。で、あとあの先日昨日ね話したあの車の修費10万に関してなんだけど、まあ、仕事の仲間とか先輩の方たちとちょっと話すちょっと機会があって、それでちょっと相談してっていう風に相談、まあ、受け終わってもらって、じゃあこういう風にしてどうにかみたいな感じの話進めてもらったりしたんで、ちょっとそれに関してはちょっと心が落ち着きました。もう本当もう仕事の仲間の人たちに関しては本当いい人ぞどいなんですよね。僕この会社マジで嫌いだけど、本当つぶれもう火つけ、まあいや、しないけど別に、まあ、しないけどさ、まあ本当この会社嫌いだけど、まあ、仕事の中の人たちに関しては別に嫌いではないです。今回のテーマはそのネットリンチについてちょっと話そうかなと思って、木村カエラさんの、 あの自殺の件があって、まあ、それでちょっとネットリンチとはっていうことに関してちょっと話題になった時期がちょっと前にあったじゃないですか。まあ、ちょっとだいぶ時間経っちゃったから、まあ、あんまりタイムリーとは言えないネタではあるけど、これは、まあ、そのテーマ自体は今後とも考えていかなきゃいけないテーマ、まあ、ではあるから、まあ、ちょっとそれ話そうかなと思って、まずネットリンチとは何かっていう、なんか悪いことをしたことが暴露した人、あるいは、まあ、世間の反感を神経を逆なでするような表現を行った人が集中的に世間から批判を、まあ、攻撃、まあ、その叩かれるような構図、まあ、みんながみんなね、あの大勢でやっつけてやろう、やってやろうみたいな気持ちではないかもしれない。自分一人が気に食わないからっていうだけ、まあ、別に他の人たち関係なく自分個人が気に食わないから言うだけっていう感じの人もいるかもしれないけど、でも結果としてはそういう、まあ、大勢対多勢に無勢みたいな構図になってしまうところがある。で、あのさ、人を叩く、ネットのね、その言葉でもう人を叩くってことに関して、まず批判と誹謗中傷っていうのはまず別なんですよね。批判っていうのはまず意見とか感想の範疇で、誹謗中傷っていうのはまあ完全に悪口とか侮辱だったり、まあ捏造つうか、まあ想像で、まあ、勝手にあれこれ言うみたいな感じ。僕は批判は OK だけど、批判はセーフだけど、まあ、誹謗中傷はなしっていう、ダメっていう感じで思ってるんで、まあ、あくまで僕はこの動画で誰かを叩くときは、まあ、あくまでちゃんと批判っていう範疇に収まるようにはしてるつもりです。でもやられる側からすればそんなん関係なく、まあ、関係ないこともないかもしれないけど、まあ大勢から集中砲火を浴びてるっていう、大勢から叩かれてる、まあ、悪意を向けられてるっていう構造自体、それで傷つける、嫌な思いさせられるっていうか、精神的に負荷を与えられるっていう構造自体は、まあ、変わらないというか、批判であれば無罪というわけではない、やってる側は無罪というわけではないとは思ってます。で、まあそのネットリンチね、まあ、ネットリンチに関して僕はちょっとまあ良くねえなっていうふうに思う気持ちはある。僕も叩く側になるときは、まあ、従順あるし、僕も加害者側になるときも従順あるというふうに自覚しなきゃいけない、自覚しようと、まあ、してるっていうか、まあ、しなきゃいけないっていう意識もあると同時にあるし、まあそのね、良くねえなって思ってるところもあって、でさ、そのネットリンチっていうものを僕はちょっと客観的にちょっと加担せずに客観視する、まあ、あくまで直接的なその叩く側には加担せずに客観視しているつもりで、見た光景っていうのは何個かあって、それでいやそんなに叩かれなきゃいけない人なのっていうふうに疑問を感じて、その炎上とかそのネットリンチ自体に、まあ、その構造自体にその叩く側の、まあ、集団心理みたいなやつの方にちょっと疑問を抱いたことっていうのを僕何回かその思い上がる件で思い出せるっていうか挙げられる件では何個かあって、まあ、これちょっとここまで伝えなきゃいけなかったなっていうふうに思うことっていうのは、まあ、例えば2015年にあった、まあ、TRPG 動画の絵師募集
問題でそれで炎上、ある歌い手が炎上した件で、僕これに対してもすげえ言いたいことあるんだけど、まあそれ結局まあ保留してんだけど、あと他にもあれだね、そう、あとタピオカアートの作者が戦えたの、まあ、この間僕が挙げたね、あのシャタコンダブロール漫画の人の炎上の件だとかもそうだし、あと食人族と少女っていうツイッターで挙げられた漫画の、まあちょっとした一般人が挙げたその漫画が戦えた、作者が戦えてた件みたいなのもあったし、まあ炎上とネットリンチってちょっと一概に、まあ、イコールとは言えないところもある。例えば宇崎ちゃんの件だとか、宇崎ちゃんの件と、あとあれゆらぎそうの件だとか、あとあれだし、サチーロアヌームの件、炎上の件とか、まあ、そういったものに関して僕はそのネットリンチをする側、叩くネットリンチっていうか、もう叩く側に関して別にそんなに悪いという認識ではない、それ自体には。まあ、なんというか、なんだったらもうこれネットリンチだとさ思ってないから、まあどういう違いなのかというと、まあそういうのって、まあ、表現に対するその世間 の反抗っていうか、その反応っていう範疇に収まる範囲だから、僕のドラゴンクエストイヤストーリーという映画ボロクソに叩いたけど、別にそれネットリンチの加害者という意識ではないし、まあ当然のことだと思ってるんで、なの表現をするってことは、表現して世間に公表するってことはさ、まあ、それ相応の覚悟を、まあ、背負って当然だと思ってるんで、まあ、ただ叩く側もそれをね、そういう正当性にしてその過剰に攻撃するのも違う、どっかでセーフティーを、そっかどっかでそのラインを引かなきゃいけない、まあ、タピオカ風刺アートの件だとか、その作者だとか、まあ、その食人族と少女のツイッター漫画とかさ、あとあれだ、あのなんだっけ、あのちょあれあな、なんだっけ、あの自宅警備系女子とか、そういう件に関して、そういった件も、まあ、表現に対する世間の反応っていう形であるんだけど、まあ、表現ではあるんだけど、まあ、一般人がツイッターに流した程度のものに関してはそこまでの責任を背負わなきゃいけないというふうには思ってはいないです。ただそういうこともあり得るっていう事例としては、まあ可能性としてあるんだなっていうふうに思ったけど、まあ、これに関しては結構その作者がかわいそうだな、すごい理不尽だなというふうには感じた。あの、まあ、前回のダブロールの漫画の件もね、まあそんな感じで、まあ僕はまあ大概そういうネットリンチみたいなのが起きてる時で、大概なんだろうね、別に加担しないっていうか、客観視してるっていうか、まあその上で、まあ静観してるような立ち位置なんだけど、まあそれ自体も見ようによっては加害者に加担してるようなものなのかもしれないっていう見方もあるかもしれないけど、別に基本的に僕は直接的にそういう叩きに回るっていうことは、まあ少ない方ではあると思うんですよ。そんな僕が、まあネットリンチに加担する側に、まあ回ったっていう、加担したっていう記憶、として挙げると、まああのまあ、高嶋千佐子さんの虐待に関しての件だとかはもう記憶に新しいですけど、まあ、世間で十分に戦えている人をさらに僕も加担する側に回るみたいなことを やりましたね、まあ、あれに関してはちょっと僕も感情だとか憶測で物を言い過ぎたなっていうふうに反省しているところがあります。まあ、後悔はしないけど、ネットリンチは良くないものっていう風に思ってるんだけど、なんかちょっとその認識がちょっと別の見方もあるかもなって思っちゃったんですよ、高嶋ちさ子さんの件に関しては。あの人さ、結局あの後、まあ、反省してないというか、高嶋ちさ子さんは、まあ、炎上して、まあ、1年経って、まあ、実は反省してませんでしたみたいなこと言ってたりだとか、何年か経ってさ、あの最近ここ数年最近でなんか息子さんの性癖を、まあね、テレビで暴露するみたいなことをやったりだとかさしてさ、これ全然反省してないじゃんって、あの悪行をさ、誰かを加害して、誰か、明らかに誰かを加害してるやつってのは、その周りにさ、それを咎める人間とか、それより強い人間ってのはいないからこんなことやるんだろうなと思ってて、まあ、そういう人間をね、その叩くとか強制するっていうか、まあ、そういう見方をするんだったら、ちょっとネットリンチもある種有意義なのかもなっていうふうに思っちゃったんですよね、高嶋さんの件とか見てると。なんか例えばさ、あの柴田さんとか遠藤チャンネルさんとかさ、あの人たちもまあよく悪いこと言って、まあ炎上するみたいなことやってるけど、あの人たちも実は、あの人たち実は直接誰かをこう傷つけるとか加害するみたいなことやってないんですよね。なんか嫌なこと、人を怒らせるようなことを、世間を怒らせるようなことを発言してるだけで、まあそれに対してもみんなが反応してるってわけで、高嶋ちさ子さんみたいな関してはなんかあれなんだろう、そのある個人を攻撃している人間に当たるわけじゃないですか、なんのそれで誰も手出しできなくてみたいな、それで
あれ思い出したんですよ。ネットのさ、昔ネットで話題になったらしい事件、コゲンタちゃん事件っていうのがあって、動物を、猫を捕まえて、虐待する様子をネットに流すみたいなことをやってるやつがいて、それで、そのネット民たちは、そいつに対して何もできないから、素性とかもわかんないし。で、いろんな、その特定とかして警察に通報してないし、ようやく、なんだかんだして、そいつを逮捕に至らしめたっていうことにはなったらしいっていう話があるんですよね。で、その猫もさ、その被害に、犠牲になった猫たちも、その、お坊さんが供養してて、ね、あとさ、ちょっと似たようなやつで、アリスの育児日記だったかな、そんな感じの、ブログみたいなやつがあるんですよね。子供を虐待して、その様子を、ブログにするみたいな、ある母親がするっていう、その記事で、それで、その母親の主張としては、別にこっちの家庭の都合の問題なんです、他人が外部が口出すのも違うんじゃないですか、それは余計なお世話ってやつですよっていう風な、なんかその人なりの、なんか独自の考え方も、なんか言いつつみたいな感じで。でもこれはね、このアリスの育児日記というブログは、フィクションなんですよね。フィクションってことだし、あくまでそういう設定っていうことのブログみたいな感じ。実際そういうことをやってるわけではない、そういう人がいるわけではないっていうことにはなってるんだけど、でも考える要因にはなったなって思ったんですよ、アリスの育児日記に関しては。実際こういうやついたらどうすんの、誰も太刀打ちできなくて、誰も手出しできない、どこの誰かも分かんないから。だからさ、そのネット民 その世間の怒りを買って集中的に戦うっていうことに関しても、例えば柴田さんとか遠藤さんみたいな炎上芸の人と、その高島さんとか、そういう虐待、誰か個人を攻撃してっていうことをやってる人とは、そもそも性質が全然違うんですよ。柴田さん、ぶっちゃけ柴田さんとか遠藤さんとか、見え方次第によってはさ、言わせときゃいいんじゃねえのっていう見方もできる。あの人たちがなんかその価値観を浸透させるなんてことなかなかできないタイプなんですよ。そもそも世間の反感を買うことによって、注目を集めてんだから、その自分の悪い価値観、良くない価値観をその他の人にも信じさせるっていうことがなかなかできないタイプ、その社会に対して悪い影響を与えるっていうタイプじゃないんですよね。で、高島千作さんのコゲンタちゃん事件みたいな話は、その社会に対して悪い影響を与えるみたいな感じではないんだけど、一人の人間が確実に被害者になってる、特定の誰かがいるっていう状況。だから先日の木村カエラさんのね、その自殺の件で、そのネットリンチは絶対やっちゃダメだみたいな空気にちょっとなったけど、僕はその高島千作さんとかコゲンタちゃん事件の件とかを見てると、ある種使いようによって有意義なのかもしれないなっていう見方も持ってるんですよね。高島さんもあの人、結局反省してるのか分かんないけどさ、少しあの人なりにちょっと落ち込むっていうか、人の心があるみたいなところがあって、落ち込む気持ちとかもあるらしいから、少しは自戒というか戒めにはなったのかなっていうふうには思ってるんで、そういう面では世間の声はこういうふうに答えるっていう意思を示すのはある程度は必要なのかもしれないなっていうふうに思ってはいます。バランスですよねっていう一つの結論です。本来良くないけどね、こういうたまにちょっとこういうふうに有意義なことだと取れることもあるかもしれないっていうふうに思ってます、ネットリンチに関しては。で、次匿名性の観点で話そうか。匿名だからちょっと好き放題言えちゃう、自分だと分かんないから、どうせ自分だって分かんないしみたいな感じ。僕はさ、匿名で人の悪口書くとか、人のことを叩くとか、そういうのをちょっと基本的にやんないから、だからそれをやる人たちの気持ちがちょっとあんま分かんないというか、共感できないところも感じなんですよね。だってやんないし、やるときは何かしら僕のハンドルネームか、なんか連絡先か何かしら残すんで、僕がやりました、僕が書いてます、僕がこの意見を言いましたっての分かるのを何かしら残すようにしてるんで、だからその匿名でやりたがる人の気持ちちょっと共感できない、基本的に分かんないんですよね。分かんないっていうのは、だからって別にね、僕はそれやんないから、分かんないからっていうのを理由にして、僕はそれをやる人たちのやる人たちより僕は立派な人間だとか、そういうふうに言う気はないです。ただ感性のが違うってだけかなぐらいにしか思ってないです。やる人たちもやる人たちで、それなりに何か理由があるんだろうなって思ってるんで。僕は昔ブログやっててさ、
まあ、通りすがりのやつになんか批判とか説教とかされたりしたんですよ、何回か。まあ、僕の人格否定みたいな感じ、人格がどうこうとか人間としてどうこうみたいなことで言われてて、まあその批判者の一人から言われたのがさ、お前他にも何かしら やらかしてんじゃねえの、それを書いてないだけでとか言われて、まあそういう風に書かれて、いや僕としてはさ、いや匿名のくせに何言ってんのって感じでしたね。まあ確かに僕もなんか、まあそういう風にブログ内にネット内に公開してる僕の悪いところもある、公開してるところもあれば、まだ明かしてないところもあれば、隠してるところもあるけど、それ全部、まあ、何に一つ明かしてない、お前に言われたくないんだけどっていう、匿名のくせに何言ってんのっていう風に思って思いました。あと何年か前に、あのなんだっけ、ある有名 YouTuber、 あの家族で家族のその出来事を YouTube にしてる なんとかくんみたいな、名前忘れた、あの男の YouTuber のね、その妹さんが人気だから、その妹さん その単体のチャンネルも、まあ、立ち上げてさ、その中学生の女の子だったっけ、小学生か中学生の女の子がそのちょっと独自の自分のチャンネル立ち上げてさ、それでまあその子がちょっと炎上っていうか結構叩かれててさ、まあそれに関して、あの YouTuber まとめブログみたいなやつがあってさ、まあそれ全然関係ないやつがその有名 YouTuber の起こした問題だとか、もう話題になった話だとかをなんか独自の感想を添えてブログにするみたいなことをやってるやつがいて、でそれでさ、そのブログ主がその炎上した女の子の、まあ、中学生の女の子のことを、まあ、例に挙げて、でそいつがさ、そのブログ主が、あのその記事の最後にさ、あの自分の意見としてね、あの親は頭大丈夫かみたいなこと書いてたんですよね、その件に関して。で僕それ見て、まあちょっとイラッとしてさ、ムカついてさ、まあその子が叩かれてたことに関して、その子を叩く世間に対してもちょっとムカついてたし、ムカついてたっていうか反感を持ってたし、まあ、そのブログの主にそのコメント書いたんですよね。いや悪いことが、悪い結果が起こった後で、まあこうするべきだった、ああすべきだったとかいうことなんて誰でもできるし、そう匿名でそんなことやって書いてお前の方がよっぽどクソみたいな感じの感じのことを書いてるんですよ僕は。まあはっきり覚えてないけど、そんな感じのこと書いて、でね、僕のハンドルネームりょう様って書いて、メールアドレスもね、その入力して、で投稿して書き込んで、でそのブログは、その投稿ブログのコメントは、その投稿者が、そのブログ主がコメントを記載するっていう風に許可しないと乗らないタイプなんですよね。でその申請待ちみたいな、その確認待ちみたいな状態になって、で数日経って見てみたら、そのブログのそのコメント、僕のコメントが、まあ、載ってなくて、ああこいつ、まあ、自分にとって都合のいいコメントしか残さないんだなっていう風に思いましたね。所詮そんなやつだじゃんっていう風に、別に匿名で人を叩くことが強く、まあ、今更さ、今時ね、今の時代、まあ匿名で人を叩くこと自体人間としてどうなんだと、僕は別に勇気はない、まあそういうもんだよねって思ってるんで、ただまあ結局まあやっぱそういう感じなんだなって、その程度なんだなっていう風には思う気持ちもある、まあ、だからって過剰になんか軽蔑ってほどでもないけど、まあそんなもんだよねっていう感じですね。まあ所詮そんなやつらしょっていう。あと遠藤チャンネルの件でちょっと言いたいんだけどさ、僕遠藤チャンネルが2018年だったっけ、そのあたりで大炎上して話題になってさ、あの人、僕も当時あの人に関して結構ムカついてて、あの特にあのあれだ、あの京アニの放火の件で犯人擁護するような意見して、大炎上してさ、まあムカついてて、だからって別に、まあ、僕もあんまり触れたくなかったから、まあ、言わなかったんだけど、で今にして思うと、まあ、今はそんなに嫌いじゃないんだけど、で今にして思うと、この人って別にそんな悪いことをやってないんですよね実は。まあ特定の誰かを擁護するような意見とか、逆には誰かが悪い、こいつは悪だとかいうよりは、まあこの人もまあ事情あったんじゃないですかみたいな感じの、実はカバーするための意見みたいな感じになってるし、みんながみんな怒ってるから、それでなんか世間の神経を逆なでするような意見にはなってんだけど、実はこの人そこまで悪いことやってないみたいな見え方もできちゃって、で、まあ、遠藤チャンネルのその発言で怒ってる人、いろんな人が怒って、まあ、自分の動画を上げたりして、怒りを表明してたりしてたんだけど、で
まあ、その怒ってる人たちの方がなんか誹謗中傷的だったりなんか、まあ、脅迫めいたことも言っちゃったり、なんだったらそのね、エンドチャンネルを追放しましょうとかいうふうに、なんか自分の意見じゃなくその仲間を募ってやろうみたいなことをやってたり、しかもそいつはまあ顔仮面で顔隠してるみたいな、エンドチャンネルさんはまあ素顔を晒してるけど、まあ、その人は批判者は顔隠してるみたいなところだとかあってさ、これって誰が悪なんだろうっていうふうに思ったりもした。なんかそういうふうに考えさせられたりもしましたね。今から10年ほど前に、まあ、ネットが一般にも普及し始めた頃の時代で、それでネット嵐ってのがあって、まあ、匿名で、まあ、悪口書き込みまくったりするみたいなことをやるやつがいて、で僕その時そういうやつに対して結構怒ってて、まあ、そういうやつどうにかできないのかな、摘発できないのかなって思ってたりしてさ、まあ、僕が初めて書いた漫画、原稿で書いた漫画ってのはネット嵐、匿名のネット嵐してる卑怯者を直接なんか殴りに行くみたいな感じの、まあ、内容だったりしてさ、まあ、当時のドラマで、まあ、金八先生だとかサムライハイスクールっていうドラマだとかで、そういうネット匿名でのネットの批判、ネットで悪口を言うっていうことに対しての問題を取り上げた話、そういう人間のことを取り上げて、まあ、そっちで批判する、その表現として批判する表現みたいなのもあったりした。それってどうなんだ、そういうことをやるのはどうなんだよっていうね、っていう感じ。犬屋敷って漫画でさ、あの ネットに直接介入できる能力みたいなやつがあってさ、それであのネットの悪口書いてるやつを直接殺しに行くみたいな話シーンがあって、これまあ10年前だったらめちゃくちゃウケただろうなっていうふうに思って、10年前のだったら僕はめっちゃこれでし、なんか、まあ、中学高校の当時の僕がこういうの見たら、このシーンを見たらすげえなんかまあ影響っていうかね、されてただろうなって思いますわ。でも今となっちゃう、今の僕、まあ、今僕もね、あのあるところで、ある掲示板でさ、僕もちょっと批判みたいなの浴びてるらしいんですよ。らしいってのは、あの僕が書いてる漫画のコメント欄なんだけど、まあ、その漫画が完結するまでちょっとコメント見るのやめようかなと思って、去年の9月ぐらいからちょっと見るのやめたんですよね。そう、結構叩かれてるのは知ってんだけど、でそれでね、まあ、あのツイッターの方でちょっと DM が来て、あのあなたの掲示板っていうか、あなたの漫画の感想欄であなたの人格がすごく否定というか批判されてて、誹謗中傷みたいなのを上げられててちょっと我慢できなくなったんで、ちょっとで連絡させていただきました。あまりにもひどすぎるんで目に余るんで、もう弁護士に相談した方がいいんじゃないでしょうかっていう感じで、まあ、提案というか、まあ、連絡が来たんですよね。ああそんなに書かれてんだっていう風に思って、まあまだ見てないんですよ。いつか見ます。ちょっと今はちょっと見てないんですよね、まあ、漫画が完結したらちょっと読もうかな、まとめて全部読もうかなって思ってるんで、まあ、なんで今読まないのかっていうと、ちょっとそれ批判性の分かってるから、それ読んで誤解とかされてるの分かってるんで、それに対しそれ読んじゃったら、それに対する言い訳みたいな話書いちゃうから、書いちゃう可能性があるんですよね。それに合わせてその話の方向性を変えちゃうみたいな可能性があるから、そういう影響を受けたくないから、ちょっと読まないでおくんですよ。終わってから、完結させてからそれ全部読もうかなって思ってます。まあ、必ずそういう約束します。まあちょっとその漫画自体がちょっと今止まってるんだけどね、止まってるんだけど、まあ、更新遅いけどさ、3月ぐらいか全然更新できてないからね。まあその更新できてない理由もこの仕事で時間取られてるからってのもあるし、まあそれも言い訳なのかもしれないけどね。まあリンゴさんとかさ、12時仕事が終わって家帰るのが12時過ぎとかになったような時期でも、そういう状態でも漫画描いてたって言ってたんで、バイク本当。まあ第4弾でけえ音鳴らすバイク本当綺麗だわ。で、まあそのリンゴさんは、まあ、そういうね、まあ、時間がほとんどないような状況でも漫画描いてましたよっていう風に言ってたんで、まあそういうところに関しては本当そういうガッツとか行動力に関しては本当にリンゴさんに関しては
尊敬っていうか、まあ、見られてたいなと思ってますけど、まあ、僕はそこまでのガッツがないってことなんでしょう。もうね、まあちょっと、まあ、本当止まっててちょっと待たせてる人は申し訳ないんだけど、まあちゃんいつかちゃんと続き書きますんで。で、まあでね、そう話戻すけど、その辺、そのさ、まあ、批判コメントが来てます、まあ、誹謗中傷みたいなのされてますよっていう風に、まあ、連絡されました。まあ、けど僕はその匿名でちょっと悪口書くってことに関しては昔ほどなんだろう否定的ではないというか、まあそういうもんだよなっていう風に、まあ、許容するようになっちゃってるところあるんですよね僕は。まあだってできるんだからしょうがないじゃんっていう感じ。まあ昔はね、まあ昔ブログとかやってた時期もさ、まあコメント通りすがりのね、自分は名乗りもしないくせに、まあ匿名で悪口書いてくるようなやつ、バカにしてくるようなやつとか、なん特に人格否定、そう正義で、正義だとか正しさを元にして説教とかしてくるやつがほんとムカついてたけど、まあ考え方変えたんだよね。まあできるんだからしょうがないじゃんっていう、まあ匿名で悪口を書くっていうのは、まあこの世界で生きていく以上、まあそういう物理的に可能なことであれば、それは人間は手段として選択できるものなんですよね。まあそれ自体やめろとか言っても、まあそれはまあ無理な話で、じゃあもうこっちは許容してやるしかないのかなって思ったんで、まあそれで考え方変えたんですよ。まあまあ別にいいんじゃねっていう感じ。まあ何書かれてんのか知らないけどさ、まあまあその人としてさ、人の正義としてそれどうなんだっていうふうに問いかけること、題材としてはまあ今後もね、今後ともずっと続けていける話ではあると思うんですよ、そのテーマとしてさ。ただ自分がしてほしくないから やめてください、傷つくんでやめてください的な訴えとして、やめさだからやめてくださいっていう意味では、そういうニュアンスとしてはもう完全に無駄だと思ってます僕は。まあできるんだからしょうがないじゃんっていう感じ。もう相手に正義ないんだよ、正義はないんだよそいつらに。まあなんだったら、まあ、なんだったらそいつらは正義のつもりでやってるのかもしれない。だって価値観ってのは本当人それぞれあって、まあ、自分はいやこう正義があるんだと、それをやめるべきだっていうふうに思ってることだとしても、相手はそもそもその根本が前提が違うのかもしれない。むしろ正義だからこそこういうふうにするべき、こういう手段を使うべきだとすら思ってるかもしれないし、まあ、だったらそこを言及するのも無駄なのかなって思いました。だから、まあ、そこに関してまあ別にね、まあやれるんだからできるんだからまあしょうがないなっていうふうに思って、人間ってのはそう物理的に可能であれば、まあ、それを行動する、まあ、選択として手段として用いることは重々にあるんですよね。まあそれ上でまあ問いかけっていうか、正義として正義だとか正しさだとか、そういうふうに問い続けるのはまあありなのかもしれないけど、それがあるという前提あって当然だというふうに考えるのはちょっと危ないかもしれないよっていう。まあそれだったら、まあ自分がそれに対して耐性だとか免疫とかそういうものをつける、まあ、防御力を高めた方がいいっていう考え方です。まあ、だから僕はそれをね、まあ、そういう批判コメント、匿名の批判自体をまあ認めてあげるっていうか、まあ、許容する方向に進めてはいるし、まあ、まあ大概そういう、まあ、結構そういう風にした方がいいんじゃないかなって思ってますけど、まあ、それで、まあ誹謗中傷されて、匿名の誹謗中傷されて本気で、まあ、許せないってなって、それは、まあ、裁判というか弁護士に相談したり警察に相談したり、そいつに対して何らかの、まあ、報いを与えてやろうっていう人もいる。まあ、僕はそれもありだと思ってる。だってできるんだからね。まあそれも一つの手段だよね。まあ頭に来たんだったらそういう風にするのもありだし、僕はまあ気にしない方向に、まあ、進めてはいるけど、まあ僕もちょっとあんまりちょっと目に余るなって時が来たら、もう本当裁判とかやるかも、その警察とか通報したりとかするかもしんないけど、多分それやるかやんないかな、やるか分かんないわ、多分やんないけど、やんない、まあ、やるかもしれないしやんないかもしれないって感じで、まあ僕はさ、いつもさ、人の悪行に関してまあ自分もやってるしなっていう風に言うけど、まあ、この件に関しては匿名で人を叩くってことに関しては僕はやんないですね。かといって、まあ、信念として僕は人として恥だと思うから絶対やんないっていうふうに言う気もない。まあ、ただ、まあ、これまでまあやってこなかったけど、まあ、その後そのうち、まあ、気が変わってやることもあるかもしれないし、かといって今のところはやんないです。僕は人のことを叩くときは、批判するときは、まあ、自分のアカウントハンドルネームなり、まあ、連絡先内容を、まあ、
常に記載するようにしてるんで、まあ僕はそんな感じですね。そんな感じです。まあ批判、匿名の批判コメントされる側としては、ああまあそんなもんだよな、人間なんでっていう風に僕はそっちの方で、そういう考え方になった、なってこう、そういう方向に進めてる。まあ、自分が体制をつけ、その人間というものに対して過度な期待はしないっていう方向性に進めました。かつ自分が批判するときは、まあ基本的にはまあハンドルネームなりなんなりつけて、僕が僕のこ、これは僕の言葉ですっていうのを何らかの形で残すようにしてる。これは僕の、まあ、ひとまずこれは僕の、まあ、方向性ですっていう感じでさ、ちょっとすげえ、いやさ、まあ、すげえ分かってねえな、こいつ完全分かってねえなっていう事例がね、まあ、ちょっと2件ほどあるんで、そういう風に思った事例が 2件あるんで、それだけ最後に説明します、話します。昔ね、僕のブログに来た通りすがりの批判コメントなんだけど、なんだ、パトカーが来たんでちょっと逃げます。ちょっと車止めてちょっと話したかったんで、パトカーが後ろから来てるんでちょっと逃げますわ。ちょっと僕じゃないと思うんだけど、ちょっとやばいっつうか、別に何もしないけどさ、ちょっと念のため逃げますわ。パトカー来たんで、あ、逃げながら話します。車止めてちょっとゆっくり話したかったんだけど、ちょっと逃げながら話しますね。僕がね、昔ブログで来た、その当日がりの批判コメントなんだけど、そいつが言ってたことなんだけど、そいつの言い分としては、自分の批判に関して、こういうふうにさ、ブログにね、ネットに、ブログに書いたり、ネットに公開してる以上、こういうふうに言い返せてもしょうがないんですよ、っていうふうに言ってきたんですよね。まあ、そうだねって思った。まあ、その代わりね、僕とか、そうか、僕は言い返してないけどね、僕はそれに関して、そのコメント主に対してあんまり強く言い返してないけど、僕の友達がちょっと怒って、それで、ね、なんか、叩くみたいな感じのことやって、それでちょっと嫌いみたいになってたんだね。まあ、それで、なんか、すぐに、そいつすぐに萎縮しちゃって、なんか、引っ込んで、まあ、今度は被害者だしさ、まあ、こんだけの人に、まあ、叩かれるんだったら、ちょっと、まあ、傷つくんで、帰りますみたいな感じで言ってさ、まあね、まあその言い分に関してはさ、まあそうだなって思うんだよ。でもさ、それって誰にでも当てはまることなんですよね。自分だけ優位に立てる条件なんてもないんですよ。人に対してそういうふうに優位以上が言い返せるのはしょうがないじゃん。それ自分、相手の方もそうだし、それ自分の方もそうだじゃん。そういうふうに言った以上言い返せるのはしょうがないじゃんっていう話ですよ。まあね、その子はね、その正しさとか、そういうものがまだつかめてない子だったんだろうな。多分文体からして多分中学生がそのぐらいの子だろうなと思ったし、なんか明らかに幼いもん。まあそんな感じ。まあそれが一件と、あとこれ誰なんかの記事で読んだんだけど、ネットリンチつか、ネットで誰かを誹謗中傷するのが趣味みたいなやつがいたらしくて、まあそいつはもう誰かターゲットとして決めたやつをまあいろいろまあ追い込んで、なんか凍結アカウント大会とか何ないに追い込むとこまで目標にしてて、それが趣味っていう風に語ってて、である日そいつ訴えられて1000万の賠償金を慰謝料払う羽目になったんだってさ。まあ、それでそいつが言ってたのは、なんか言いたいことも言えない世の中になってしまったんですねとか、まあ、言ってたらしいんですよ、そのインタビューで。いや、まあ、そもそもさ、言いたいことは言えるじゃないですか。言いたいことは言えるし、したいことはできる。ただそれに対しての、まあ、報いが起きてるだけ。言いたいことを言うとか、やりたいことをやるっていうのは、相手の方にもその選択はあるんですよ。それはやったらやり返せないのも、それは可能性としてあるわけで。なんかそこまで見えてなかったんだなっていうふうに思いました。自分だけが優位に立てる条件なんてのはないんですよ。まあそれはちょっと念頭に置いた方がいいんじゃないのっていうふうに思いました。まあひとまずはそんな感じです。今回の話がいいと思った方はグッドで、悪いと思った方はバッドをお願いします。あ、今日のドリンクこれ、ミルクとコーヒーとマイルドカフェオーレです。あとこれも飲んだわ、 G ゾーンの新しいやつって感じ。終わり。
ですか？何ですか、ガオさん。